おじデブチャンネル始めるよ。レッツゴー！どうも、トンカッチャンでーす。はい。ということでですね、今回も妊活ダイエットということで、まあ、ダイエットにいいメニューをいただきたいと思うんですけど、まあ、なんせ今日はね、ちょっとね、気分が上がんないんで、料理したくない。ということで、ウーバーイーツをね、頼みたいと思うんですけど、やっぱね、ウーバーイーツでダイエット中、これだったら食べていいよっていうね。まあね、ほんとダイエットにもよって、ほんといろいろあるんですよ。糖質制限だったり、塩分を抜くだったり、断食したりとかあるんですけど、まあとりあえず少しこう、カロリーを抑えた、こんにゃく麺を使った、商品をね、私今日ウーバーイーツ頼みたいと思います。それは、こちらです。私の中で美味しいね、結構おすすめなやつなんです。麺が結構ね、これもう、多分湯がいてあるやつかな。だから結構固まってるから、しっかりこうね、麺をほぐして。で、卵も結構入ってるんです、こうやって。中身、具沢山でしょ。そう、これがいいね。私は、ダイエット中なかったら最後これに、ご飯ぶち込む。得意のね、私の白ご飯をぶち込むやつなんですけど。でもダイエット中で、まあそれでも食べたい。まあ今日はね、大丈夫なんだけど、もし足りない、もうちょっと食べたいと思ったら、豆腐入れてスンドゥブみたいにするのおすすめかも。前したけど、うまかった。スンドゥブもいいよね。いい感じなんじゃない？ほぐれたんじゃない？チンチラのお餅が今割れてますね。まだね、何時だろう。8時やけんか、ちょっとだいぶ目が覚めて元気になってきた。はい、こんな感じでいいんじゃないですか。じゃん、完成。それでは、いただきまーす。ちょっとスープみたいだったね。これね、結構ね、ニンニクもスライスしたニンニクも入ってます。今日もうまい。こんにゃく麺だからすごい弾力あって、弾力あるとね、噛むじゃないですか。それでだいぶね、満腹感が得られると思うし、やっぱスープもね、結構しっかりめなんですよ。でも辛いけど結構甘みの方が強かったりしてて、食べやすいし、やっぱこのニンニクのね、ガツンとかもね、すっごいあって、こちらのお味マイパンです。食べれば食べるほどそそられるね、食欲が。あ、ニラも入ってる。ニラ大好き。すごくない？具がほら、たっぷり。ピンボケしてるかな。おお、
替え玉できるんだったらさ、これも10回ぐらい替え玉できるね。あ、ちなみに今日の体重 85.4 でした。ちょっと減った。目あっという間もうなくなっちゃうね。あとちょっと。あとはスープですね。あ、スープマジうま。お店全然紹介しなかった最後の最後ね、お店はカラミタスっていうお店なんですよ。多分ウーバーイーツしかしてないのかな。なんかね、 Google マップで探したけど見つかんなくて、でカラミタスってあのローマ字で、はい、これね、であの小辛なんで全然なんていうんですか、うわー辛っっていう感じではないです。マイルド系の辛さ。あのね、このひき肉もしっかり入ってるから結構最後までね、口にこう食べ応えが残るっていうか、卵とひき肉とで、うん、ただのガチ食いよ。お餅が暴れよる。やんちゃになってきたな。ラスト食べていただきます。ごちそうさまでした。みんな大満足、超美味しかった。うわ、もうこれ、なんか、いかんね、これ、ちょっと逆に食欲湧いちゃうわ。これがスイッチになっちゃうかも、これ。ダメやけどね、食べないけど、大土地だから。けど、めっちゃ美味しい、食べ応えもあるし、美味しい。あの、辛麺って、あの、宮崎発祥かな、あの、ますもとってすごい有名で、福岡にも何店舗かあるんですけど、そこも美味しくてよく行きましたね。けど今ちょっとね、こういう時期だから、あの、ウーバーイーツで頼めたカラミタスさん、めっちゃ美味しかった。
まあね、あの区域が頼める方はよかったら頼んでほしいなと思いますね。ダイエットの方にもおすすめです。はい、ということでね、今回は Uber Eats で辛麺をいただきました。また次回もね、もっぱん ASMR までいくかなぐらいの感じでやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。それじゃあね、またね、バイバイ。